こんばんは、バーチャル古典オタクの萬周波です。声の方は聞こえておりますでしょうか。あ、雪だるまさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、声聞こえてます、ありがとうございます。ではこれで始めていきたいと思います。今日はですね、11月1日ということで古典の日という日になります。なので、なんかせっかく古典の日なので、古典に関するおしゃべりができたらいいなと思いまして、で、なんかどういうことしようかなってちょっと考えたんですけれど、古典について語るんだったら、やっぱちょっとここで清少納言への愛を語ってみようかなと思いまして、来年のね、大河ドラマで紫式部が主人公の話になりますけれど、そこで清少納言も出てくるということなので、なんかこの機会に清少納言のことをもっと知ってもらえたらいいなと思っております。あ、グリーンさん、こんばんは、ありがとうございます。サムネのお顔が可愛いですね。ありがとうございます。そう、ちょっとね、なんかテンション高めの顔にしてみました。そう、推しのことを語るならね、ちょっとこれぐらいテンション高めでいこうと思いまして。ちょっといつもと違った表情になりました。じゃあまず、清少納言についてお話しする前に、そもそも古典の日とは何なのかという話をちょっとしたいなと思いまして、よいしょ、なんかちょっと簡単なスライドを用意してきたんですけれど、古典の日って源氏物語の存在が記録上確認できる最も古い日付が1008年の11月1日だったからっていうのが一応理由としてありまして、っていうのが、源氏物語について、紫式部が自ら自分の日記に書き記しているというか、源氏物語のことを書いたというよりは、なんかその11月1日のことを書いているその日記の中に、源氏物語を思わせる話が載っているという、会話が載ってるんですね。紫式部に藤原公等っていう、まあ、当時なんだろう、その歌読みの中ではだいぶ優れた歌人だった藤原公等という人がいるんですけれど、その公等が紫式部に向かって、若紫はどこにいるかなみたいなことを、まあ、酔った勢いでなんですけれど、なんか声をかけたんですよ、紫式部に。で、それを聞いた紫式部は、ここに光源氏もいないのに、そんな若紫って、紫の上ですね、源氏物語のヒロインなんですけど、そのヒロインが、光源氏もいないのにヒロインがいるわけないじゃないって心の中で思ったけど言わないでおいたわ、みたいなことが日記に書かれてて、それがまあ、その紫式部日記で源氏物語のことが触れられている一番最初のというか、まあ唯一かなの記述になるので、そこから11月1日を古典の日としようというふうに決まったそうです。まあ、だから古典の日というか源氏物語の日というかという感じではあるんですけれど、まあ古典の中でも源氏物語はとてもね、有名な作品だからということで、今日が古典の日に決まったらしいです。だからその由来を考えると、まあ源氏物語について語るのもいいのかなと最初は思ったんですが、でもやっぱまずは自分の推しを語ろうと思って、今日は清少納言のお話になります。とは言っても、その今まで結構僕配信じゃなくて動画で清少納言のことはね、いろいろ語ってはきているので、まあ、清少納言への
その愛情はもうきっと皆さんにも伝わっているだろうなと思いながらなんですが、今回改めてなんかのんびりおしゃべりできたらいいなと思います。でですね、じゃあ清少納言のなんか簡単なプロフィールみたいなものをまずお話ししようかと思うんですが、なんかすごい教科書みたいになってますけど、清少納言っていうのは平安時代中期に活躍した作家です。で、まあ僕清少納言のことはね、あえて作家と呼ぶようにしているんですが、まあ歌人と言っていいとは思います。ただなんとなくね、清少納言はの歌を読むのがそんなに得意ではないということを枕草子の中で言っていまして、まあ、得意じゃないと言いながら素敵な歌をいっぱい読んではいるんですが、多分本人の中でなんか自分が歌人だという言っていいのかみたいななんかね葛藤があったっぽいんですよ。だからなんかちょっと僕はあえて歌人とは呼ばず作家という言い方をしています。で、まあ、中宮帝子に仕えた女房、これはまあ有名ですね。枕草子の中に中宮帝子とのエピソードがたくさん書かれているので、では枕草子の作者であるということで、清少納言本人についてそう確実に言えることって実はこの3つっていうかこれぐらいしかなくて、ほぼ文献に残ってないんですよね。清少納言が枕草子を書いていなければ詳しくは残らなかったかもしれないぐらいの人です。で、まあ、お父さんは有名な歌人の清原の元助という人物で、ひいおじいちゃんがこれもまた歌人の清原の深藪という人物です。で、このお父さんとひいおじいちゃんがかなり有名な歌人なんですよ。だからまあその娘っていうかまあひ孫をその歌読みの一家一族である清原家の娘ということで、清少納言はだいぶ歌を読むことを期待されていたんですって、働いてた時に。だけど清少納言本人からしたらなんかその自分の家が歌読みの家系だからといって、その自分の読む歌でそのお父さんの歌読みとしての名を怪我してしまうんじゃないかっていう不安があったらしくて、でなんとなくあんまり自分から歌を読むのは嫌だなということを枕草子に書いています。なんかその辺がすごいリアリティあるというか、なんか人間らしいというか、結構そのなんていうんですか、親の七光で活躍したくないっていうような感じの気持ちもあるようなっていうのが伝わってきて、なんかまあこの時代にしては珍しいのかなと思ったりはします。まあね、親が有名なら子供もやっぱ有名な歌人になるっていう人が多いので、別にお父さんの名前が有名だから自分もって出てしまえばいいのに、それはちょっと私はっていう感じで、あんまり歌読みたくないなっていうのは本当ね、清少納言ならではで、結構これは魅力の一つなのかなと個人的に思ってます。で、まあ、ちょっと難しい話になるかもしれないんですが、多分これは知っておいた方がいいかなという情報を、この清少納言は中宮帝子に仕えていたというのが初めに言いましたけれど、中宮帝子がまず何者なのか、その中宮帝子を取り巻く環境がどんなものだったのかというのを知らないと、この清少納言のというか枕草子を読む上でちょっとなかなか理解がしづらい部分とかもあったりするので、その辺はちょっとここでお話ししてみたいなと思います。で、ちょっとね、見えますかだいぶ字が細かいかもしれないんですが、ちょっとね家系図を持ってきました。これちょっとね、僕今まで作ってきた動画でもこの家系図実は使っていまして、だから見たことある方もいるかなと思うんですけれど、右端にいるのが清少納言ですね。で、清少納言はこの中宮帝子に仕えてました。帝子っていうのが一条天皇、この当時の天皇の奥さんになります。まあ、正妻だったんです、もともと。で、この帝子のお父さんが道隆っていう人なんですけど、この道隆
が、まあ、この時代の一番力がある権力者だったんですけど、道隆がちょっとで、ね、早死にしてしまうんですよ、お酒の飲みすぎか何かで。で、糖尿病かなんかで死んじゃって、でこの時代やっぱちょっとお父さんのその力のある人がいなくなってしまうと、結構娘の立場も危うくなってしまうような時代で、でまあ亭主たちは結構ちょっと辛い思いをするんですね。で道隆が死んだ後に、まあ、そこもちょっといろいろあり、最終的に藤原の道長が権力を得るというか、まあ一番のトップになるわけで、藤原の道隆は有名かと思うんですけれど、のこの世をば我が世とぞ思うというふうに読んだと言われている道長ですね。でこの道長の娘が中宮彰子で、彰子もこの一条天皇に仕えることになり、使えない、嫁ぐことになり、でまあなんか実質奥さんが2人いるという状況が生まれるんですけど、まあその側室がいっぱいいるとかはこの時代普通にある話なんですけど、正妻が2人いるような状況で、まあ、ありえない話で、ありえないんですけど、一条天皇は定子のことが本当に大好きだったので、それでちょっとでも彰子を一番大事に扱わないわけにもいかない、お父さんの力が強いからっていう感じで、まあ、一条天皇はすごい苦しむんですけど、でまあ最終的に定子は早くに亡くなってしまうんですねっていう、まあ、時代背景があり、そういった中で清少納言が仕えていったのが定子だったという、そういう状況なんですけど、で逆にその彰子の方に仕えていたのが紫式部などなどなんですけど、この状況を知った上で枕草子を読むのが一番楽しめるというか、まあ、状況を把握するのにいいかなと思っています。だからちょっと今回最初にこんななんか勉強のような話から始まってしまったんですが、この人間関係をちょっとね覚えておいていただきたいです。でここまでいろいろ言ってきましたが、清少納言のどこが一番すごいかっていう話というか、なんだろう、その清少納言のこういうところが好きなんだよっていうのをちょっとねいくつかなんかポイントごとにお話ししたいなと思って、でまずね一つ目が、枕草子がとても面白いんですよという話をしたいんです。貴族間の人間関係はどこの国でもギスギスしてますね。そうですね、多分まあ日本に限らず、いろんなどの国でもね、その権力争いとかはどうしても起きてしまうし、でそのまあ権力者の奥さんだったり、天皇っていう立場の奥さんだったり、そこに仕えてる人たちだったりっていうのは、どの国もね、やっぱどの国もどの時代もいろいろな悩みだったりあるだろうなとは思いますね。そう、ただこの枕草子について言いたいのが、そういうギスギスした人間関係は一切書かれてないっていうことなんですよ。ああいう時代だったので、当然その清少納言を知っている人たちからしたら、もうその定子、中宮定子がどれだけ辛い思いをしているかというのを、みんな当然のように知っている時代なわけですよ。なのに、その時に書かれた枕草子に一切そのことが触れられていないっていうのが、まず、なんか、すごいというか、どうして書かれていないんだろうっていうのはあるんですけれど、で、枕草子自体は定子に仕えている時に清少納言が書いた随筆というふうに言われていますけれど、まあ、随筆といってもその清少納言本人の気持ちが書かれているページもあったり、あとなんか清少納言と定子様の間に起きた出来事だったり、そういうなんか日記のような感じで書かれているところもあったり、あとはあの春はあけぼので始まってますけど、そういう春はこういうところが素晴らしい、夏はこういうところが素晴らしいみたいなことが書かれていたり、
構なんか雑多なというか、いろんな話が書かれているんですよね、枕草子って。でその枕草子がそもそも何なのかっていうのは未だに分かっていなくて、なんか枕草子って後書きが書かれてて、で、まあ、後書きによると、もともと亭主が受け取った紙がいっぱいあったんですって。その綺麗な紙がいっぱいあって、でその紙をどうやって使おうかしらって悩んでいたら、清少納言が亭主様が書くなら枕でしょうみたいなことを言うんですね。でそれを言われた亭主様が、じゃあこれはあなたに書いてもらおうかしらみたいな感じで、清少納言にその枕というものを書くように命じたというか、じゃあ書いてよみたいな感じで、で、まあ、実際に紙を渡されたのはもうちょっと後の話なんですけど、で、まあ、その時の約束があったから清少納言は枕草子を書くことになったと後書きに書かれてはいるんですが、そもそも枕って何なのっていうのはもう未だに謎で、まあ、いろんな説あるんですけれど、結局ね答えは出てないんですよ。だからその枕草子っていうものがまず何なのかっていうのはもう謎のままです。わからないままです。日記というには日記だけじゃないし、まあ随筆と言ってますけど、随筆の中に日記は含まれるのかとかね、なんかいろいろよくわからないんですよね。でもこのね枕草子がそのいろんなことが書いてあるからこそ面白くて、なんかこれもいろんなところで言われてますけれど、結構そのあるあるネタみたいなものが書いてあったりして、可愛いものが羅列してあったり、嫌だなと思うものが羅列してあったり、その辺がなんか結構現代でもわかる、納得できる、共感できるような考え方とかも書いてあって、あとねこの時代、これほんと1000年前に書かれた書物なのに、なんかその女性も外に出て働いた方がいいじゃないみたいなことも書かれてたり、この時代ってあんまり女性は外で顔を出すことをしないんですよ。その自分の顔を外で見せるっていうことはあんまり好ましくないとされていた時代だったので、で公の場に姿を出す時も顔は扇とかで顔を隠したりするんですけど、その辺のその何ですか、その時代の常識はそういう、女性はあまり人前に出ない、外に出ない、だからどちらかというとまあ働かずに、何だろう、箱入り娘のような感じでその家の奥で過ごすっていうのが好ましいと言われていた時代だったんですけど、枕草子では女性だって外に出ないと、出て働いた方がいいじゃないっていうのが書かれてて、もうね1000年前からそんなことを書いていたっていうところがまず驚きなんですよね。なんか時代を先取り、1000年ぐらい先取りをしていたというか、そういうなんか本当当時そんなことを書いて共感してくれる人がどれだけいたのかもわからないんですけど、そういうねなんか現代の感覚で読める、現代の感覚でも理解ができる話が結構載ってるのが、こんな1000年前に書かれたものでまさか1000年後の僕たちが共感してるなんて多分本人も思ってないと思うんですけど、そういうなんていうか、そういう清少納言の価値観がすごい、なんか絶対当時異質な存在だったと思うんですけど、そういうところが清少納言の一番の魅力なんじゃないかなと僕は思っています。で、まあさっきも言いましたけど、この枕草子には亭主のその人間関係、ギスギスした人間関係っていうものは一切書かれてなくて、それもなぜ書かれていないのかっていうのは、まあもちろん本人にしか分かりませんけど、なんで枕草子にはその亭主が楽しそうにしている様子ばっかり載ってるんですよね。うんうん、時代の流れにとらわれずに自分の考えを持つ人ってかっこいいですよね。ね、そうなんですよ、わかりますわかりますね、かっこいいですよね、ほんと。そうそう、で多分ね、あの亭主も同じ考え方だったと思うんですよ。亭主自身がそういう
まあ、そのこの当時女性は外に出なかったという話をしましたけれど、あまり勉強とかもそのひらがなを書いたり和歌を読んだりっていう方の勉強はしてたんですけど、漢字を読むという勉強は当時していなかったんですね、女性は。あんまりそういうことはしない方がいいとされていた時代だったんですけれど、まあもちろんこのね、朝廷で働いている女性たちは結構例外でいろいろ勉強もしてたし頭もいい人もいっぱいいたにはいたんですけど、できるだけあまり頭が良くない方がいいんじゃないかという考え方があった中で、この中宮帝氏のお母さんもだいぶその教養のある人で、だから自分の娘にもすごいね、その教育を、手厚い教育をしていたんですね。だからその中宮帝氏氏のそのお母さん譲りの考え方、女性も漢字の勉強をした方がいい、外に出た方がいいみたいな感じの考え方がきっと清少納言とそのつながるところがあったというか、同じ共感できたんだと思うんです、この二人で。帝氏様は多分清少納言のことがお気に入りになったんだろうなと。ちょっと次の話とつながるかな、あ、ないこれか、ちょっとすみません、順番が前後してしまうな。いや、先にちょっとこっちから行こう。そう、あの帝氏様のその暗いところは書かれていなくて、明るい帝氏様しか書かれていないっていうのが枕草子の一番の魅力、一番というか数ある魅力の中の一つなんですけれど、それが枕草子を書き始めた時はそのまだ帝氏は生きてはいましたけど、でももうだいぶそのなんていうんですか、ちょっと悲しい人生になっている時、お父さんも死んでしまって道長の力が強くて、まあ、道長側の人たちからちょっといじめられたりとかしていてっていう、そのちょっとまあ体調を崩しがちだったりっていう時期に枕草子は書かれているんですね。で、あの清少納言は道長のファンだったんですよ、もともと。でその道長が敵になってしまって、でしかも帝氏様のことをいじめるってなったら、その帝氏の取り巻きの人たちというか帝氏に仕えている女房たちからしたら、道長のこと好きって言っていた清少納言が裏切り者なんじゃないかっていう、そういうのがありまして、で清少納言 自身がいじめられたというか、まあちょっとそんな感じの流れになってしまうんですね。でそこでちょっと実家に引きこもってしまっていて、でも帝氏様だけは清少納言のことを信じていて、でまあそこで清少納言のことを信じてますよ、大丈夫ですよっていう手紙をもらい、清少納言はまた帝氏様のために働きに行くことになるんですけれど、でもその数年後にも帝氏様は死んでしまうんですね。っていうその時期に書かれたのが枕草子なので、もう書き始めた頃にはその帝氏が今後どうなっていくのか、暗い運命をたどってしまうんだろうということはもう分かっていた時に書かれてるんですよ。でもあえて帝氏のその暗いエピソードは一切書かなかったっていうところが、その清少納言がどうして枕草子を書こうと思ったのかにつながると思うんですけれど、多分その枕草子の中で帝氏の暗いところを書かなかったのは、その何でしょう、明るい帝氏の、帝氏がまだその帝氏のお父さんも生きていてキラキラしていたその時代のことを残したかったからというのと、まあ、周りに帝氏はこんなに素晴らしい人なんだよというのをアピールしたかったからで、当然枕草子は帝氏本人も読むわけですから、その帝氏の心が少しでも明るく心が晴れるようにっていう意図で書かれているはずなんです。
だから多分あえてそういう明るいことしか書かないで、亭主の気持ちがちょっとでも前向きになるようにという気持ちを込めて書かれているので、それを今僕たちが読んで、そのなんだろう、明るい気持ちになるのは当然というかなんだろう、なんかそういうね、明るい気持ちになれる文学なんですよ、枕草子ってそのために書かれてるので、っていうところも、その枕草子をなんで書いたかっていうエピソードも含めて枕草子の魅力で、それがそういうのを知った上で枕草子を読んでほしいなって思います。その清少納言の気持ちをちゃんと理解した上で読むと、またさらに楽しめるんじゃないかなと思いますで、ちょっともうさっき見せてしまったんですが、こちらですね、清少納言の素顔についてもお話ししたい。あ、ちなみにこの清少納言と亭主のエピソードというのはもうほとんどが枕草子に書かれている内容になります。だから枕草子に書かれていることが全て本当なのかと言われると、それはもう清少納言からの、その清少納言の主観だし、本当のことを実際に書いている保証はないとは思います。それはその亭主のことをよく見せたいという気持ちで清少納言が書いていたんだとしたら、全部が全部本当だとは言い切れないっていうのはもちろん前提にあるとして、でも清少納言自身が思い描いていたその亭主の姿というか、思い描いていた清少納言の目から見た亭主の姿とか、そういったものは本当というか嘘ではないと思うので、その枕草子に書かれていることが実際にあったことだろうというふうに仮定して、ここからお話ししていきたいと思います。で、この清少納言って、清少納言のイメージって皆さんどんなイメージをお持ちですか？多分結構キラキラした、なんかなんだろう、インスタにいっぱいいろんないろんなカフェの写真あげそうな感じのイメージかなと思うんですが、すごいね、なんか明るくて頭が良くてグイグイ行くタイプみたいな感じのイメージをお持ちかなと思うんですけれど、実際の清少納言ってもともと亭主様に仕え始めた時、もうすでに20代後半っていう、まあ、今の時代だったら全然まだ若いと思いますけど、当時の感覚で言うと結構おばさんという感じなんですよ。で、そんな清少納言が、まあ、亭主の元で働き始めた時のエピソードっていうのが枕草子に載っているんですけど、清少納言はプライド高そうな印象ありますなるほどね、プライドね、なるほど、そうですね確かにプライドは高いかも。あ、こんばんは、大福さん、こんばんは、ありがとうございます。あ、鍋さんもこんばんはありがとうございます。そう、まあね、そんな感じのね、ちょっと強そうなイメージだと思うんですけれど、亭主様に使い始めた時はめちゃくちゃ引っ込み思案で、なんかもう人見知りがすごかったみたいなんですよで、もうね、自分の顔を晒したくない、自分の姿を亭主様の目に映したくないっていうのがすごくて、もうね、ずっと影に隠れてたんですって。結構もう姿も出さずに、もう本当で何も喋れないしただいるだけで何の交流もできなかったみたいなんですけど、多分清少納言がそこの、その亭主様に使い始めたきっかけとかっていうのも、やっぱりそのお父さんが優秀な家臣だったからとか、まあ、だからそういうその頭のいい亭主と対等にそういった会話がなんかできる女房が欲しかったんだろうと思うんですよ。で、まあ清少納言がその清原家の娘ということで選ばれたらしいんですけど、この時清少納言ってなんかもともと旦那さんもいたんですけど、結婚してたんですけど、まあ、ちょっと性格の不一致で離婚してて、で
まあ、多分自分にあまり自信がなかったのかなっていうのもあるんですけど、で、まあ、人前に出るっていう経験も今までしてきていないんですよね。清少納言はずっとその家にいて、まあ、勉強はしてたかもしれませんけど、勉強もでもね、そんなに天使様に使い始める前にどれだけの勉強をしていたかっていうのは実際ちょっと謎なんですよ。天使様に使えることになってから、使い始めてから、もしかしたらそういった教養を身につけたかもしれず、なので本当に最初使い始めた時はもう全く何にも喋れない、姿も出せないっていうまひどい状況だったんですよ。で、なんならもう明るい時間帯に出社もしたくないから、夜になってから出社して明るくなる前に帰るっていう当時ね、電気がないので、灯火があるだけで、だからあんまり明るく見えないじゃないですか、夜だと。だからそれを利用してできるだけ顔を見せないように出社をしていたんですけど、けどなぜかその時からもう天使様は清少納言のことが大好きだったみたいで、そんな清少納言のことをすごい気にかけるんですよね。で、なんかいろいろ絵を見せてくれたりとかして、なんかこれはこうでああでみたいなことをいろいろ話してくれる、その天使様の手が清少納言からちょっとちらっと見えて、それがもう素敵な手だわっていう感じで、清少納言はもう天使様のことがすごい、もう素晴らしすぎる人っていう感じで思ってたみたいなんですけど、天使はそんな清少納言のことが大好きで、なんでかわからないんですけど、なんかね、清少納言がその朝になってもう帰ろうとするのも引き止めて、ちょっと話を伸ばしてでもうしょうがないから帰っていいわよって言っておきながら、清少納言が家に帰ると、家というか家じゃないですね、その自分の生活する部屋に帰ると、なんか今日は曇ってるからあんまり顔もはっきり見えないんだから今日は早く来なさいよっていう手紙が届くみたいな、なんかすごい早く来てっていう、帰ってほしくないし早く来てほしいしっていうね、本当に清少納言と一緒にいる時間を楽しんでたっぽいですなんでそんな、そこまでね、何も喋れないような引っ込み思案な清少納言のことを気に入っていたのかは謎なんですけれど、とにかくそれぐらい清少納言は、ちょっと最初のうちはひどいものだったということらしいです。それがまあどのタイミングであんなね、その強そうなというかハキハキとした感じになったのかは分かりませんが、まあ最後までハキハキとしていたのかどうかも分かりませんが、でもね、なんかその天使様に使え始めてからだいぶ経ってからのエピソードとかを読むと、まあだいぶ打ち解けてますし、同僚の女房たちともいろいろちょっと話をしたりとかおしゃべりをしたりとかもしていて、結構仲良さげだったりするんですね。だからまあそこを考えると、多分人見知りがすごすぎただけで人と喋れないとかそういうタイプではないんじゃないかなと、枕草子を信じるのであればそんな感じかなと思うんですけれど、どうも清少納言はね、なんか自分がすごい不細工だと思っていたらしくて、で、まあ実際ね、当時の価値観での美人ブサイクって引き目かぎ花釣り目釣り目引き目かぎ花、そうだから、なんか今の感覚とはちょっと顔がね違うんですけど、ただその顔の問題なのか、なんか髪の毛がくせ毛だったらしくてでね、なんか当時のカツラみたいなものをかぶって生活してたらしいんですよ、清少納言は。でそれだけなんかね、自分の髪の毛にコンプレックスがあったので、まあ、そういった姿をあんまり人に見られたくなかったっていうのがあるんだろうなと。あともうだいぶ年もいってるしっていうことですよね。天使様の10歳ぐらい年上になってしまうので、だいぶなんかもうこんなおばさんがこんな可愛い女の子に使えるなんてどうしましょうみたいな感じで、まあ後ろめたい気持ちというか、ちょっとこんな自分が使えていいのかしらみたいなのもあったんだろうとは思います。
ただそれがね、才能を開花させるというか、その枕草子を書くまでに至ったわけですから、自分の見た目に慣れたのか、周りの女房たちが受け入れてくれたからいいのか、亭主様と仲良くなったから良かったのかわかりませんけれど、亭主様の影響で清少納言の気持ちも前向きになったっていうのは多分あるんだろうなと思います。でも本当にね、この二人が出会えたのは本当に清少納言にとってもすごい幸せなことだったんだなって思います。じゃあどうしようかな、次の話題行こうかな。もうここで散々今まで話してきているんですが亭主様からめちゃくちゃ信頼を得ていたというところが本当にね、まあここがね、何より清少納言の一番の、なんだろうな、自慢できるポイントなのかなと思うんですけれど、その亭主様のお気に入りの女房が他にいたかどうかは正直わからないですけれど、でも少なくとも清少納言のことは本当に気に入っていたということが枕草子から伝わってきます。その枕草子の中で亭主様からのいろいろな無茶ぶりというか、香炉峰の雪はどんな感じかしらって言われたりとか、そういうなんかちょっと難易度の高いことを言われても、ちゃんと亭主様の期待に応えていた清少納言だったので、もちろんね、その漢詩の知識があったというのはあるんでしょうけれど、でも清少納言にその漢詩の知識がどの程度あったのかというと、多分他の女房たちとそんなに知識に差はなかったと思うんですよ。特別何か勉強をしていたという過去が多分あるわけではなくて、まあ、もちろん亭主様に認められたくて使い始めてから猛勉強はしたかもしれませんけれど、まあしかもというか、もう間違いなくしてるんですけどけどなんか特別知識が他の人より優れていたというわけではなくて、頭の回転が早かったんですね、清少納言は。そこがきっと亭主様から好かれていた一番の理由で、その起点を聞かせた会話ができるっていうところが、多分会話をするのが楽しかっただろうなと思います。で、まあその他の男性貴族たちとも対等にやり取りもできるぐらいの頭の良さだったというところが、もう信頼していたし、清少納言ともっと仲良くなりたいというか年上だけどきっと一番打ち解けられる存在だったんじゃないかなと、枕の草子からは伝わってくるという感じです。ね、亭主様は本当清少納言に自分のこと好きかとか聞いたりあとなんか清少納言の姿が見えないと必死になって探したりとか、本当なんか懐いてるなっていう感じもあって、そこがまたね、もうなんかね、尊いんですけど本当この二人のね関係は本当にいいのでっていう動画をこの間作って公開しているので、興味あればこちらも見ていただけたらと思います。もう本当亭主様と清少納言の友情は本当に良いですじゃあ次ですね、これですね、もちろん亭主様からの清少納言への愛情はありましたけど、それと同じように清少納言からの亭主様への愛情っていうのも、まあもちろんもう枕草子が残っている時点で本当に伝わってきますし、これはもう絶対あったと思うんですけど、亭主様が最後亡くなった最後というか、24歳かなで亡くなるんですよ、亭主様は。でまだ若いし、清少納言が使い始めてからまだそんなに、10年ぐらいかな。なので清少納言の年齢からしても別にまだ全然働ける年齢ではあったんですけど、
天使様が亡くなった後、清少納言は宮遣いをやめたというふうに言われています。っていうのも、もう文献に残っていないからなんですけど、表舞台から姿を消すんですね、清少納言は。で、まあその後、その清少納言がその後宮遣いをやめた後どこで何をしていたかっていうのは、結構なんかいろいろな本文学に書かれてはいるんですが、どれも本当なのかどうか信憑性は低いかなというのが多くて、だから実際のところ清少納言がどこで何をしていたのかっていうのはわからないんです。でもう本当に残ってないので、まあその再婚して再婚相手のその命じられた人国に一緒についていったっていう話もあったり、まあ京都の端っこで静かに暮らしたっていう話もあったり、その名前が残っていないだけで、実はまたその亭主様の子供がいるんですけど、子供に仕えたという話もあったりと、いろいろな話はあるんですけど、まあどれも本当なのかどうかは分からず、そのちゃんとした文献に残っていないということは、本人も結構なんか徹底して隠しているというかなのかなという感じがして、どうしてそこまでして自分の存在を隠しているのか、あんなにね、なんか、まあ、でしゃばってはいないですけど、あんなにね目立っていて、いろんな貴族たちともやり取りがあった清少納言だったのに、途中で本当にふつっといなくなってしまうっていうところが、まあなんか枕草子を書き上げた後はもう清少納言の役目は終わったというか、本当ね、なんか天使様のためだけに人生を捧げたかったんじゃないかなって勝手に思っていて、まあ清少納言に聞いてみないと分かりませんけれど、少なくともなんか僕はそうだったのかなって思ってます。その人生の中で10年間天使様に仕えていて、でもそれでそれをそなんて言うんですか、天使様に一番忠誠を誓っていた女房として名前を残すっていうところが、多分清少納言が一番その自分の役目だと思っていたのかなって。だからもうその天使様が亡くなった後でもその役目は全うしているってことになるんですよね。枕草子に書いていない部分ですら、もう全てを天使様に捧げているっていうところが、なんかすごい本当に愛情だなっていうかを感じました。清少納言の清少納言も多分この時すごい辛いというか、その天使様が辛い思いをしていた時って、その天使様に仕えていた人たちも同じぐらい辛い思いをしてると思うんですよね。自分が今後どうなっていくのかわからないし、まあ、それぞれ子供がいたり旦那さんがいたりしますから、その家庭もどうなっていくのかわからないし、今まではその天使様の、まあ、だからお父さんが権力者だったから、その力にあやかってというか、自分たちもいい生活ができていたわけだったんですけど、でも天使様が死んじゃった、天使様のそのお父さんが死んじゃった後っていうのは、その天使自身もだいぶ辛い人生を歩んでいて、それに一緒についていっていた人たちも同じように、なんかあんまり、まあ、いい暮らしができず、ちょっとボロボロの家に寝泊まりしなきゃいけなくなったりとかしていたんですよ。
だからなんかそういう思いをして、そんな中でその天使様から離れていっちゃった人っていうのも結構いて、でもまあ責められる話じゃないですよね。それぞれ自分たちの生活がありますから、そこはねしょうがないんですけど、でもそうやって離れていってしまった人たちがいっぱいいた中で最後まで残ったっていうところも、残った人たちっていうのは多分清少納言だけじゃなくて他にも何人かいて、だからそれまで、その何ですか、そこまでみんなが天使様についていきたいって思うぐらい、本当損得とか考えずに天使様についていきたいって思っていたのって、やっぱ天使様の人柄とかが素晴らしかったからなのかなって思います。だそんな天使様だから最後までお仕えしたいっていう風に思って、清少納言たちはついていったんだろうなと思って、その辺の言葉は全く文献には残ってないですけど、ただこの枕草子で、まあ、その清少納言が書いて、で今世の中に残っているのがまず不思議だと思うんですよ。枕草子ってその言ってしまえばこの時代の権力者の敵側が書いたもので、しかも道長からしたら天使のそういうなんか素敵なエピソードとかって残したくないと思うんですよね。なのにその枕草子が残っているのって、あの初めに出てきたこの彰子、中宮彰子が残したからというか保存したからなんですって。彰子からしたら天使ってもう完全に敵になるですよ。てかまあ敵というかお父さんの敵かなになるんですけど、そんな彰子がなんで枕草子を残していたのかっていうのと、あと天使の息子がいたんですけど、息子のことを面倒を見るんですよ彰子が。で自分の子供として育てるんですね。で彰子と天使って一度も会ったことはないんですけど、でもその一条天皇が天使のことが好きだったということはもちろん彰子は知っていて、だから恋のライバルでもあるわけなんですけど、彰子が天使のことをどう思っていたのかっていうのは何にも本当に残っていなくて謎なんですけど、でもその敵だったはずの彰子が天使に対してそこまでする、息子のことも自分の子供のように育てるし、枕草子も残したし、なんならその天使の息子を次の天皇にしたいって彰子は思っていたぐらいなんですって。自分の息子がいるのに、まあ、結局道長のせいでというか道長の力でそれは叶わず彰子の子供が天皇になるんですけど、本当にそれぐらい彰子はなぜか天使に対してなんか思いがあったみたいで、それってあんまり天使と会ったことはないし、多分天使の話を聞く機会もそんなになかったはずということを考えると、もしかしたらその枕草子も少なからず彰子の心を動かしたんじゃないかなと思ったりはします。実際のところは分かりませんけど、でもなんかそうじゃなかったら枕草子を残そうって思わないんじゃないかなと思って、だからそれを考えると本当に清少納言がやったことって、清少納言が枕草子を書いたことっていうのは本当にすごい、周りの人たちの心も動かすぐらいのことだっただなってなんか改めて思います。まあ、ただその枕草子が宮中に広まりすぎて天使のイメージが良すぎちゃって、ちょっと彰子の立場危うくないみたいな感じになってしまった時があり、で、まあ、見かねた道長が紫式部にちょっと話を持ちかけたのか分かりませんけど、彰子に仕えていた枕の紫式部は
源氏物語を当時書いていたぐらいのその、まあ、天才作家だったので、あのね、紫式部は清少納言と違って本当にがっつり漢字の教育を受けてる人なんですよ。お父さんが学者だったので、だから紫式部はめちゃくちゃ知識もあり頭もよくっていう人だったので、まあ、それがもう源氏物語を書いている時点でみんなにはバレバレだったんで、そこで道長からのプレッシャーがあったのかなかったのか多分あったと思うんですけど、でちょっとね、紫式部日記の中で清少納言のことをちょっと悪く言うっていう悪口を書いてしまうという流れがあるんですけれど、その話はね、僕のチャンネルで動画で上げているので、そちらも興味あれば見ていただけたらと思うんですが、そんな感じで紫式部は清少納言のこの枕草子に対抗すべく、彰子様がいかに素晴らしいかをみんなに伝えるべく、ちょっと清少納言の悪口を書きつつ彰子の周りのこととかをね、日記に書いて、でまあちょっと彰子のイメージを上げようというような感じの努力をしたとかしないとかそんな話があります。紫式部は、まあ、彰子に仕えていたんですけど、彰子のことが多分なんだろう、尊敬していたというか、彰子に対してもまたね、そういうその清少納言の亭子に対する忠誠心みたいなものと同じような感じで、彰子に対して紫式部はなんかそういった気持ちがあっただろうなと紫式部日記からなんとなく伝わってくるんですけど、ただ枕草子のようにその亭子の面白いエピソードみたいなのがいっぱい詰まっているみたいなことはちょっと彰子に関してはねないんですけど、彰子の出産についてが結構メインで書かれているんですが、でもその辺にも枕草子の影響が残っているということを考えると、それだけ枕草子は本当に宮中に広まっていて、亭子が亡くなって清少納言もいなくなった後の話なのに、それだけの影響力があったんですよね。でまあその後もう今現物というか本物はもう残ってませんけど、その後ね、だいぶ経ってから平安時代の終わり頃にの定家が、藤原の定家という、これもまた歌人の中でももうレジェンド級の歌人がいるんですけれど、その人がね、そういうなんか古典文学を残そうという活動というか、まあ考えがあって、で枕草子のことも写したというふうに言われてますけれど、源氏物語も写したって言われてますけど、そうだから源氏物語と同じような感じで、そのね、枕草子のことも残して、で今に至るっていうことなので、まあいかに枕草子が素晴らしい文学だったかということですよね。後世に残そうってみんなが思ったから今に伝わっているので、まあ、その写本に写本を重ねているので、多分そのね、当時書かれた内容がそのまま今も残っている内容なのかというと、またねそこも、まあ、古典文学全部に言えることですけど、いろいろ疑問は残りますけれど、でもだいぶ残って、だいぶというか、まあその枕草子というものが今も残っているっていうところがね、まずすごいことなので、それだけ清少納言の凄さが伝わるというか、それだけすごかったんだなっていう感じですね。紫式部曰く清少納言はそんなに知識はなかったとなんか書いているので直接会ったことないだろうけどっていう感じですけど、だから多分清少納言はね、その知識だけで書いたとかじゃなくて、本当に才能ですよね。もともとの文才があって、頭の回転も早かったという、そういうなんかちょっと天才っぽい感じのそういう人だったから、こんな枕草子なんていうすごいものを書けたんだろうなと思って、
そういうところが清少納言の魅力かなと思います。こういうところというかもう全てですけど全てがね、もう清少納言の本当に魅力的だと思うので清少納言のファンが一人でも増えたらいいなと思っておりますそんな感じの締めでどうでしょうか。僕が猫展好きだなって最初に思ったきっかけが、枕草子の現代語訳を読んだ時で、現代語訳だったかな、なんか意訳されてる本を読んで初めて、でそこでなんかこれ古典なのっていう、古典なのかこれはっていうぐらいなんか内容が面白くて、もう普通に現代の人が書いててもいけるんじゃないっていうぐらいの、なかなかね楽しめる話なので、話というかなんか面白いエピソードがいろいろあるし、嫌なものとかすごい結構なんかなんだろう、辛辣なこと書いてるなとか思ってよくそんなこと書けるなって思うんですけど、なんなら名指しして悪口書いたりとかもしてるので、いやーちょっと今とは違うなとその辺はね、ちょっと肖像権とかもない時代なので何でも書いてますけど、でそのね、紫式部の旦那さん、早くに亡くなってるんですけど、その旦那さんの悪口とかもね、枕草子の中で書いてたりして、なんかそれがちょっと紫式部から清少納言への悪口につながっていたんじゃないのっていう話もあって、まあ実際のところ分かりませんけど、少なからず読んではいたはずなので、なんか多分影響はあったんじゃないかなと思ったりはします。アルコさんこんばんは、ありがとうございます。昨日本屋に行ったら来年大河ドラマがあるから源氏物語コーナーができてましたね。そうそうそうなんですよね、そうそう、やっぱね最近源氏物語の本なんか新しく刊行されるのも多くて、新しくねその、まあ、現代語訳が出てたり、あとなんか研究本みたいなのも出てたり、すごい源氏物語ブーム来てるなと思ってて、そうですね、やっぱ大河の影響ですよねきっと。なかなかね、まあ、なんか定期的に来てる感じのね、源氏物語ブームですけど、けど多分来年は本当に大きいと思うので、なんかどうなっていくのか世間がどうなっていくのか結構ね楽しみだったりします。あ、そう、来年のその大河ドラマで紫式部の話をやるということで、まだ全然詳しく決めてるわけではないですけど、なんかその大河ドラマに関する配信か動画か、関するというかなんかちょっと解説っぽいことをしたり、まあ史実とどう違うかという話をしたり、あとまあ純粋に感想を語ったりというような動画を毎週とここで宣言していいのかな、ちょっと分かりませんけど、気持ちとしては毎週出したいなと思っています。まあ、配信になるか動画になるかはちょっとね決まってないんですが、あ、でも少なくとも初回配信じゃない、初回放送か、1回目の放送の直後はちょっと初回第1話どうでしたっていう感じのね配信はしたいなと思ってます。感想を語る感じの、いつでしたっけ、1月7日だったかな、確かなんかもうね放送日が発表されてたかなと思うので、ちょっと源氏物語ブームに乗っかりたいなと源氏物語だけじゃないですよね、なんか最近その源氏物語以外の古典文学にも結構注目が集まってるような気がしているので、その辺の波にもね乗っていきたいなと思ってます。大河ドラマが始まったら周波さんの再生回数も増えそうですね。いやーねー、増えたいな増やしたいな、増やしたいですねそうなんですよ、増えるといいな。年内にもねその辺の
紫式部周りの源氏物語周りの動画はいろいろと増やしていきたいなとは思っております。思ってはいます。というかなんなら準備もちょっとしてますが、果たして年内に間に合うのかというのがあって、いや今年あと2ヶ月で終わるんですよね。それがちょっとね、2ヶ月かと思って、ちょっと、頑張りたい気持ちはあるので、皆さんどうぞ応援のほどよろしくお願いします。今までもいろいろね、源氏物語とか紫式部の動画は出しているので、そんな感じで増やしていけたらいいかなと思っているんですけれど、最近よく考えたら清少納言の動画しか出してないかもしれない。ちょっと紫式部の方も増やしていきたいとは思います。でもドラマがどういう流れになるか全然わかりませんけど、というか多分フィクションが多めになるんだろうなとは思いますが、きっと前半のうちは清少納言も出てくるんですよね、きっと。キャスト人が発表されてるので、多分清少納言も出てくるんじゃないかなとは思っているんですけれど、どうなんですかね。紫式部と清少納言は面識がないので、その紫式部目線の話だけでメインでやっていくのだとしたら、あんまり清少納言については触れられないというか、回想とかでしか出てこないのかなとは思ってて悲しみ。もうちょっとね、清少納言も出してほしいなとは思うんですが、ちょっと清少納言の動画が今後も増えるかもしれないんですけれど、まあ、ちょっと気持ちとしてはね、源氏物語の動画を増やしていきたいなと思っています。だから僕が作る動画だと結構ね、その文学の解説よりも背景とか作者の解説が多めになっているので、紫式部の動画ももちろん出す予定ではありますけれど、源氏物語自体の話とかも出せたらいいなとは思っています。もうここで宣言をしておいた方がなんか自分もやる気がするので頑張ります、出します、はい、年内に。という感じで、あとそうですね、京都巡ってきたよという動画がね、2本今出ていまして、源氏物語ゆかりの地を巡ってきましたという動画なんですが、その辺もね、またちょっと続きを今なんとなく作っているところなので、そちらも続きを楽しみにしていただけたらと思います。でやっぱね、実際にこっからの時期、紅葉の時期でもあるのでね、京都行く方多いかなと思うので、そこに合わせて作れたらいいなとは思っています。京都だけじゃなくて、なんか滋賀の大津とか、あの辺もね、源氏物語ゆかりの地っていうところはあるので、その辺の動画もね、近いうちに出せたらいいなとは思ってます。あと2ヶ月は多分もうこの時代の動画ばっかりになるかなと思うので、大河ドラマに向けて盛り上げていきましょう。という感じで、なんかまたね、大河ドラマ始まる前とかにもね、そんな感じの話の配信できたらいいなと思ってます。大河に向けてなんか楽しみなポイントを語るみたいなね、今すごい適当に言ってますけど、まあ、なんかそんな感じのもできたらいいなとは思ってます。という感じで、最後ちょっと源氏物語の話になってしまいましたが、もちろん紫式部も好きです。なんかすごいね、清少納言ばっかり推してるので、なんか紫式部のこと好きじゃないのかなって思われてたらどうしようと思うんですが、素晴らしい作家だと思っているので、全然ね、紫式部のことも語ります。でやっぱちょっと一番の推しは清少納言かなということで、今日は清少納言についていろいろ知ってもらおうと思ってこんな感じで配信をしてみましたが、いかがでしたでしょうか。なんか愛を語るというかプレゼンになってた気がするんですけど、もう清少納言はこんだけ素敵な人なので、皆さんもぜひ清少納言を一緒に推しましょう。っていう感じです。ということで、清少納言への愛を語る配信は以上になります。そうだな、ちょっと告知というか、ちょっと来週のお話といいますか、今週はちょっとね、配信少なめになるんですが、
今週末はちょっとお休みをいただきます。で来週ですね、あだから今週末じゃない、明日か、明日もちょっとね狼絶景版の定期配信はお休みとさせていただきます。でですね、来週の月曜日には自習作業配信作業配信を月曜日にします。ただちょっと時間がいつもより早めに、だいぶ早めの時間帯に、あと短めの時間になるかなと思います。そこもまた改めて告知します。で来週の木曜日には、今週はお休みいただき、来週の木曜日は先週の続きの狼絶景版のゲームの配信を予定しております。で来週の金曜日にはパラノマサイトの最終回を放送じゃないな、配信したいと思っております。パラノマサイトもねだいぶ長くやっていますが、ついに最終回を迎えるだろうということで、最終回を迎える、あとどれぐらいで最終回になるのかはわからないんですが、最終回、最終話なんだろう、結末まであとどれぐらい時間がかかるのかは正直わからないんですが、話の流れ的にもこれはラストまでやってしまわないとダメだと思いまして、ちょっと長めの時間になるかもしれないんですが、来週の金曜日にパラノマサイト最終回としたいと思います。なのでまだちょっと長いので、ここまでが見れてないなという方も、アーカイブが今までの分が残っているので、まあ、ちょっと1本3時間とかあるのでちょっとね飛ばしながらでも大丈夫なので見ていただけたら嬉しいなと思います。来週の金曜日までにぜひアーカイブを見ていただけたら嬉しいです。あとね、11月12日がだいぶ先ですけど、来週、再来週ぐらいの日曜日かな、が僕のデビュー5周年になります。もう5周年なんですすごい長いなと思うんですが、なのでデビュー5周年記念配信みたいなことをやろうと思っておりますので、そちらもまた続報をお待ちください何もなんかまだテーマ決めてないんですけれど、なんかまあのんびりお話できたらいいなと思っております。という感じで、またちょっと今月もいろいろな配信ができたらいいなという感じなので、告知が多くなってしまいましたが、楽しみにしていただけたらと思います。動画もね同じぐらいいっぱい出せたらと思っているので頑張りますということで、皆さん本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方していただけたら嬉しいです。あと X とインスタもやっておりますので、告知の方は X でお知らせすることが多いので、よろしければそちらのフォローもしていただけたら嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。